バイオリンの梶川さんをご紹介いたします。梶川千香子さんは熊谷在住で群馬交響楽団のバイオリン奏者の先生に指示され、バイオリンを続けていらっしゃいます。年に3回ほどの演奏会に出演する傍ら、10年ほど前から毎月 4、5 回のボランティア演奏を老人施設や病院、保育園などで続けておられます。今日はお琴とバイオリンによる春の海ということですが、実はこの曲が有名になったきっかけは、フランスのシュメイ女子というバイオリニストの方とのコラボによるものだったということがございます。普通は尺八との合奏がよく知られていますが、今日はバイオリンとお琴による春の海をお楽しみくださいませ。Thank you.
曲、ラフマニノフ作曲。どうぞお聴きください。
ここで梶川さんに花束贈呈がございます。